日本東京都西東京市田無町田無町は東京都西東京市の町域。現行行政地名は田無町1丁目から田無町7丁目。郵便番号は188-0011。西東京市の中部、西部新宿線の北側に位置する。旧田無市と宝屋市の合併前は田無市本町であったが、隣接して宝屋市本町があったため。 合併時にそれぞれ旧市名を取って、田梨町、高野町と解消された。地区を東西に横断する大梅街道及び、新大梅街道、南東から北西へ伸びる所沢街道、市内の南北を連絡する武蔵境通りや、八津新道といった、幹線道路が集中する、交通の要衝である。大梅街道と所沢街道の北東が、田梨町一丁目、その他は、 大梅街道を挟んで、南側が、東から田無町2丁目、田無町4丁目、田無町6丁目と並び、北側が、東から田無町3丁目、田無町5丁目、田無町7丁目と並ぶ。大梅街道、所沢街道以外の各町の境界は指導である。東から半時計回りに、宝野町、北、原町、西原町、芝久保町、南町に隣接する。 柳沢とは2丁目が西部新宿線上の一点で接するのみである。丁目ごとの面積、人口と世帯数及び人口密度は以下の通りである。1月1日現在私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。住宅地の地下は2017年1月1日の工事地下によれば、 田梨町4の8の12の地点で33万5千円平方メートルとなっている。4丁目に西武新宿線田梨駅がある。田梨駅北口にはスターミナルが、また、大梅街道上に田梨駅入り口停留所がある。西武バスが、駅バスターミナルから、ひばりが丘駅、武蔵坂駅へ、田梨駅入り口から、花子金駅と吉祥寺駅へ、また関東バスが、 田梨駅入口から田梨橋場と見た会計の便を運行している。西東京市、コミュニティバスの花バスも、駅バスターミナルから発着している。2015年3月までは、都営バスが市内に乗り入れており、田梨駅入口から、柳沢駅、大梅方面への路線が発着していた。クリストロア用地園 a b 平成22年東京特殊町村町長、別報告。 東京都、2018年1月22日閲覧。AB、人口、世帯数。西東京市。2018年1月15日閲覧。AB、郵便番号。日本郵便。2018年1月15日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2018年1月15日閲覧。学区域。調布市。 2018年1月15日閲覧、国土交通省地下工事、都道府県地下調査、ありがとうございます。